皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、私オクラをねカリッと香ばしく焼いて食べるのが大好きなんですが、なんと今回のレシピはね、旨味と食感の効いた衣をオクラにまとわせてマジでカリッと香ばしくささっと焼き上げるだけなのにガチで美味しい焼きオクラレシピなんで、本当に1回でいいんでね、作ってみてください。あまりの美味しさにねひっくり返っちゃいますよ。しかもなんといってもこのオクラ、夏に美味しい野菜で栄養価も豊富です。オクラを食べることでね得られる健康効果なんかも、まあ、簡単にではありますが説明しながら作りましたんで、ぜひ最後まで動画を楽しみください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。オクラ1パック。はい、そしてこちらがね今回の激うまの衣を作る調味料、片栗粉大さじ1/2杯、小麦粉も大さじ1/2、いりごまこちらも大さじ1/2、そして塩昆布ね、ちょっと一つまみぐらい適当に用意してください。はい、マヨネーズ、これは大体で OK。 材料は以上でーす。まずはオクラの下処理から行います。はい、こちらのオクラね、これ最近話題で流行りのやり方、ネットに入れたままお塩、これ分量外ですね、下処理用に一つまみぐらいパラパラっと表面にまぶす。そしたらネットごとねこんな感じで、まあ 3、40回コロコロとネットの中に入れながら板ずりする感じで転がす。はい、これで OK。 そしたら流水でさらにねもみ洗いしながら洗い流す。もうこれでね板ずりしたのと一緒、ほんと産毛も綺麗に取れちゃう。はい、綺麗に洗ったら OK。 じゃあもうネットに入ってるしね、ポンポンと揺すってしっかり水気を切ってください。よいしょ。はい、綺麗にね産毛を取って水洗いしたらオクラ、このね、額の周りの硬いところを剥き取っていきます。ちょっとね、切り口なんかが黒いので、ギリギリで切り落としてください。先っちょも落としておきましょう。そして、ここのね、硬いところをぐるりと一周、まあ、鉛筆を剥くような感じで、はい、クリクリクリっとね、剥いちゃってください。はい、こんな状態。この鉛筆みたいな形になれば OK よ。ここはね、丁寧に剥き取っちゃいましょう。そしてオクラっていうのはね、マジで栄養価も豊富で、もういろんな栄養のね、効果で、免疫力のね、サポートをしてくれたり、骨の健康維持のね、サポートをしてくれたり、まだまだありますよ。よいしょ。あとね、腸内環境を整える。やっぱね、このオクラめちゃくちゃ食物繊維豊富なんで、いっぱい食べときましょう。お通じも良くなりますしね、腸が綺麗になる。さらにはね、食後の血糖値の上昇を緩やかにしてくれる作用なんかも、このオクラに含まれてる栄養がね、サポートしてくれるんで、マジでおすすめ。はい、ということでこんな感じでね、くるりと鉛筆状に剥き取ってください。これでオクラの下処理完了。はい、お次は塩昆布。まあ、このまま使っていただいてもいいんですが、ちょっと細かく刻んじゃいましょう。そうすることで全体的に絡みやすいので、もういろんなところから旨味が広がるようになるのでね。はい、こんな感じで、ザクザクザクっと、ザクリンチョ。はい、適当に刻む。よいしょ。はい、そしたらこちら、下処理したオクラ、ボウルに入れてください。はい、ここで先ほど用意しておいたね小麦粉や片栗粉、マヨネーズなどを加えて衣を作っていきます。はい、まずね片栗粉と小麦粉、粉類を入れていただいて、ささーっとね混ぜて表面に絡めてください。はい、こんな感じ、もう大体で OK よ。オクラ全体に絡むように絡める。うい、そしていりごま、昆布。はい、ここでマヨネーズね。これも適当。まあ、大さじ1杯ぐらいピュッといっときましょうか。はい、これがね、海苔の代わりになるので、しっ
かりと混ぜながらマヨネーズ、ごま、塩昆布、はい、そして粉類をね、オクラの表面に絡めるようにしっかりと混ぜ合わせてください。はい、こんな感じね。あ、もうちょっとマヨネーズ入れた方がいいかな。ちょっとね、ネバッとした状態の衣がまとわりつくようにしてください。大さじ2杯ぐらいいっとこう。いやー、このね、塩昆布マヨ衣がガチでうまい。しかもカリッカリに仕上がるんでね、マジでやってみて。あー、こんなもん、こんなもん、いい感じに表面にね、衣を絡めちゃってください。この衣がうまみが効いてマジでやばいんでね。はい、混ぜ合わせる。はい、いい感じね。見てください、こんな状態でごまや塩昆布がいい感じに表面にね、まとわりつく感じで混ぜ合わせれば OK。 じゃあ、あとはこいつをフライパンでね、カリッと香ばしく仕上げるだけです。はい、こちらフライパンを用意して中火で温めてください。温まったらオクラを並べて入れていきます。今回ね、マヨネーズをたっぷり絡めてあるので油引かなくて大丈夫。はい、この衣をまとわせたオクラ、今度ね、たっぷり表面に絡めとくと美味しいので、しっかりとね、衣を絡めた状態で入れていってください。よいしょ、この衣がガチでうまいのよ。はい、あとはね、中火で構いません。できるだけ動かさないようにしながらカリッと香ばしくなるまで焼き上げちゃいます。色づいてきたらね、焼く面をコロッと変えて全体的にカリッと香ばしく仕上げちゃってください。はいよー、だいたいね、1分ぐらい動かさずに焼くと香ばしく焼けてくるので、はい、コロッと転がしてね、焼く面を変えちゃいましょう。あんまりほったらかしにしすぎると焦げちゃうのでね、焦げないように注意しながら全体的にカリッと香ばしくです。見て、ほら、めちゃめちゃ美味しそうでしょ。これぐらいの黄金色、きつね色っていうんですかね、これぐらいを目指して転がしながら全体的に焼き上げる。はい、こんな感じですね。焼く面をね、時々コロコロと転がしながら、だいたい合計で 4,5 分ぐらいね、ゆっくりと焼き上げるとオクラの色もね、鮮やかになって、ちょっと触るとね、ふにゃっとしたような状態。そしたらもう火が入ってるんで、はい、火を止めてね、盛り付けちゃいましょう。この衣がマジでやばい。はいよー、完成。ほんとオクラにね、衣をまとわせてフライパンで転がしながらカリッと香ばしく焼きだ、カリッと香ばしく焼くだけ。マジでね、この表面のごま塩昆布衣がうますぎるんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは、キューブポーいただきます。ほんま衣がバカうまい。ごまの風味と塩昆布の旨味、これをまとわせてカリッと香ばしく焼き上げてるんで、マジでやばい。オクラもね、いい感じにシャキシャキトロッとした状態に火も通って、何本でもこれいけるやつ。うん、やっぱオクラは丸ごと焼き上げる大正解。いや、この衣がマジでね、うまいんでね、一回試してほしい。やばすぎるわ。うん、ほんとね、オクラは栄養価の高い野菜ですし、食べて健康になっちゃいましょう。あかん、たまらんな。マジでうまい。ほんとね、オクラの下ごしらえも、もうわざわざ板ずりしなくてもね、今回のようにネットに入れたまま、もみ洗いするだけで簡単にできちゃいますし、この方法マジで便利なんでね、これ去年ぐらいかな、知ってからもこればっかり、めっちゃ楽ちん。うん、やばい。マジでこのごま塩昆布衣もやばいんでね、騙されたと思って作ってみてください。しかもこれめちゃめちゃお酒に合う。じゃあ今日も遊びで乾杯。あー、ビール最高。そしてうまみの効いた衣がやばい。最高にビールに合うわ。やっぱ夏の暑い日はね、仕事終わりにグビグビっと行きたいじゃないですか。もう止まりまへんで。あー、いや、ほんと今回のこのね、オクラレシピ、オクラの食感もよく、衣の食感も抜群で、しかも香ばしくてね、旨味が効いてる。もうそれ聞いただけでやばないですか。しかもね、コロコロ転がしながら 4,5 分焼くだけよ。マジで美味しいんでね、これほんま止まらん。この衣大好きなのよ。めっちゃうまい。あー、ビールが進む。いやー、最高やな。
やっぱ野菜を美味しく食べれるっていうのがいいですよね。特にオクラは栄養も豊富ですしね。夏に美味しい野菜なんでガンガン食っちゃいましょう。うん、うまっ。あー、うますぎ。